スウォンジーシティアソシエーションフットボールクラブは、ウェールズ南部の都市スウォンジーをホームタウンとするプロサッカークラブ。ウェールズのクラブだが、イングランドのリーグ戦に参加している。1912年にスウォンジータウンのクラブ名で創設された。スウォンジーが死の地位を得たことを受けて、1971年にスウォンジーシティに改称された。1978年3月に、 ジョンとジャックが監督に就任した当初は、ホースディビジョン所属だったが、彼の指揮下で昇格を繰り返し、1981から82シーズンにファーストディビジョンに初昇格した。イングランドトップリーグの経験があるウェールズのクラブは、スウォンジーシティとカーディフシティの2クラブのみである。昇格初年度は22チーム中6位と検討したが、 翌1982から83シーズンは21位となり降格した。2010から11シーズンにチャンピオンシップで3位となり、プレーオフでレディングに勝利して、ウェールズのクラブとして初のプレミアリーグ昇格を果たした。2012から13シーズン、ウェールズに本拠地を置くチームとしては、初となるフットボールリーグカップ制覇を成し遂げた。 リーグ戦以外での主な戦績としては、上記のフットボールリーグカップ優勝の他には、二度の FA カップ準決勝進出、ウェールズの国内カップ戦である、ウェルシュカップ及び FAW プレミアカップでの優勝、1982から83、シーズンの UEFA カップビィーナーズカップ2回戦進出などがある。2021年2月21日現在中、 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗はその他の保有国籍を星印は EU 県外選手を示す。イン中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。アウト中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた 代表資格ルールに基づく、ありがとうございます。